10代での五感達成という史上初の快挙を成し遂げた藤井聡太さん。永久昇格も史上2番目の若さで達成した。そんな記録に残る2021年度だったが、藤井聡太さんにはどう映ったのか。あえら2022年3月28日号から来期、来季、挑戦争いに絡めるよう、 頑張りたいいと思います3月9日順位戦 B 級1組最終戦に勝って A 級上級を決め名人挑戦権を争う立場になった藤井聡太19はそう語った定員13人が総当たりで戦う B 級1組は全12戦9勝2敗だった藤井聡太は昇級争いトップの立場で最終戦に臨んだ 競争相手は、稲葉明八段33と、千田翔太七段27で、いずれも、藤井聡太に土をつけている。鬼の住みかと呼ばれる、このクラスは、永久に準ずる実力者が並ぶ。最終戦。結果的には、稲葉。千田も勝ったため、ギリギリでの昇級だった。 藤井聡太が最後に戦った相手は佐々木祐希七段2720代若手の代表格の一人だ2017年当時まだ14歳四段だった藤井聡太はデビュー以来無敗で29連勝という将棋会心記録を打ち立てたその時藤井聡太の30連勝目を止めたのが佐々木だった 最終戦で藤井聡太・佐々木戦が組まれているのが分かったとき大変な勝負になると予感した人は多かっただろう佐々木自身は途中まで7連勝の快進撃だったもののそこから4連敗と失速最終戦を迎えた段階では昇級の可能性は消えていたしかし佐々木は全力で藤井聡太に向かった 藤井聡太さんとの対局は楽しみにしていたので何か新しい試みで対局に臨んだんですけど佐々木佐々木の騎手しのぐ角ありの戦型で佐々木は用意の仕掛けを敢行する意表を突かれた藤井聡太は時間を使って考えたもののうまい対応策を見いだせず佐々木がリードを奪った藤井聡太が辛抱を重ね 平成は揺れ動いた後、終盤で佐々木がはっきり優位に立つ場面が訪れた藤井聡太玉野は中段に引っ張り出されいかにも危険な形だそこで佐々木に銀をただでなり捨てる機手が出た佐々木の才能がほとばしるような鮮烈な一手だったもしこの手で佐々木が勝っていれば 将棋史に残る銀捨てと称えられただろう。しかしそれは最前手ではなかった。佐々木の騎士を敗着にさせたのは、藤井聡太が正確にしのぎ切ったからだ。自分の読みの中だと結構厳しいのかなと思っていたんですけれど、本譜はなんか、しのがれたっていうか、こういう負け方は結構、 珍しいかなと勝ちかなと思った局面で負けた感じがしました佐々木午後11時17分90手と比較的短手数ながら密度の濃い一局を藤井聡太が制し晴れて昇級を決めた史上最年少18歳で A 級に入った加藤一二三元球団82 イコール引退イコールは、ジム以来の天才と言われた。藤井聡太19歳での A 級入りは、それに次ぐ、年賞記録だ。藤井聡太は、帰省。王位の2冠を防衛した後、明王、竜王、王将の3冠を奪取小日市において、21年度は、 藤井聡太が史上最年少五冠を達成した年と記録されるだろう。さらには永久昇級も達成。感染者の目には完璧にも映る一年を終えた後、藤井聡太は次のように語った。今年度はタイトル戦の番勝負の対局を多く経験することができて、いろいろ得るものもありましたし。 結果も出すことができたので、その点は良かったのかなというふうに思っています。ただ、打棄戦も含めて、全体として見ると、結果、内容ともにちょっと安定していないところがあったので、もっと一曲一曲の精度を高めていけるように、取り組んでいきたいと思います。常にに真摯に反省を続ける。それが、 藤井聡太の恐ろしさだ。藤井聡太は21年度、64局戦って52勝12敗、勝率8割一部3輪。前年度からの持ち越しで19連勝も達成。対局数、勝ち数、勝率、連勝の記録4部門で、全棋士中トップに立っている。勝率に関しては、 伊藤匠新五段19に抜かれる可能性はあるが、他は1位が確定的だ。五冠の地位にあり、対戦する相手がほぼ全てトップクラスばかりという状況にあって、勝率8割台をキープしているのもまた恐ろしい。藤井聡太はこの先も、とんでもない記録を量産し続けていくに違いない。 そして記録が増えすぎてよくわからなくなった構成には、シンプルにこう思い出されるかもしれない。21年度とは、藤井聡太が順位戦で永久昇級を決めた年であったと。